これ以上は我々では治療しきれない。メトロマニラを ECQ へ戻してください。こんにちは、エドワードです。8月2日、今日もね、曇っておりますね。雨は降ってないですがね。皆さん、フィリピンしてますか？いや、曇っておってまあまあ涼しいといった感じですね。こういう天気嫌じゃないね。さて、今何度かなと、30.1 度、涼しいですね。おいでね、湿度が 73% ですね。高めですね。ほんでね、昨日8月1日の感染者数ですが、合計で4963人ですね。これまたデラモンゲー数ですね。あと少しで5000人いっちゃう勢いですね。これでね、すべての合計が 98,232 人ですね。このトータルケースも今日の発表でね、10万人いきそうですね。こっからね、回復者などを引きますと、アクティブケースは 39,28 人ですね。メトロマニラで 2,667 人、カビーテで405人、セブーで355人、ラグーナで324人、リザールで252人。メトロマニラが2,667人で、カビーテが405人ですか。ほいでね、回復者が93人で、合計で 65,265 人、亡くなった人が17人で、合計で2039人ですね。亡くなった人の数が2000人を超えましたね。あ、気づきましたか？そうです。そうなんです。髪の毛オーバー切りました。カッチョ A でしょう。え、誰が滝川クリステルやねん。誰が滝川クリステルやねん。皆さん好きですね。本当に好きですね。わー、今日のニュースの情報元は PTB、GMA、CNN、イスコモリノ賞の YouTube チャンネルからになります。今日のエドニュース。フィリピンではね、現在マスクをしてないとね、罰金なんですね。まあこれ街によっても違うんですけどね。だもんでね、外出するときはね、必ずマスクはしないとダメなんですね。これでね、さらにフェイスシールドもね、ここに加わるようですね。まあフィリピンではね、特にメトロマニラ内ではね、感染者は増加していっておりますんでね、これにはね、何かしらの対策を取る必要はありますわね。規制をね、強化できないなら別のところってことにもなりますね。実は僕もね、早速このフェイスシールドオバ買ってきました。これですね。これね、40ペソですね。ちょっと開けちゃおうかっつって、で、これですね。これをこうつけると、どうですか、かっちょいいですか。でね、このマスクも義務化されておるでしょう。これで実はね、バイク泥棒とかね、そういったやからの特定がね、難しくなってきておるんですね。マスクでね、顔の半分がね、隠れてますでしょう。これでね、フェイスシールドまでしたらね、完全に犯罪をやりやすくなりますね。感染のね、拡大を阻止するためには犯罪率が上がってしまうということですね。そしてね、マニラシティではね、タホ売りをしておったジミーを覚えちょりますか？ジミーはね、無料でね、マニラシティでタホをね、上げておったんですね。この人ですね。この動画がね、SNS 上にね、拡散されまして、イスコモリの市長もね、それを見たんですね。ほいでね、イスコモリの市長は、ぜひとも会って感謝したい、ちゅうことで、ジミーをね、探しておったんですよ。この動画をね、Facebook とか YouTube にポストしましてね、ジミーを探しておったんですね。それをね、訴えておる時の市長はね、かなり興奮気味でしたね。めちゃんこ感動しておったんでしょうね。ここまではね、以前お伝えしましたね。これのね、続報なんですよ。実はね、このジミーですが、見つかりました。これでね、イスコモレの市長はジミーとこう直接会いまして、感謝とね、お礼をしたそうです。こんな感じです。
イスコモリの市長からしましたらね、マニラシティの住民はね、ファミリーですからね、そのファミリーがお世話になったジミーにはね、ちゃんとお礼がしたかったんですね。こういうの。いい。やっぱりね、どっかで誰かが見ておってね、それ相応のお返しっていうのがあるんですね。ジミーはね、こう体がね、ちょっと不自由なんですね。片手がね、ほぼ動かないんですね。ほいでね、タホってね、こうバケツみたいなのに詰めてね、それをね、こう、セタローって売り歩くんですよ。こうみんなね、生きるために必死なわけですね。これでね、ジミーが稼ぐことができるお金ってね、まあ数百円なんですね。ほいでもね、ジミーはね、必死に生きておるわけですよ。やっぱりね、こういうことですよね。諦めたらいかんちゅうことですね。体が不自由やとか、病気やとかね、悲観的になるんじゃなくてね、こうやってジミーのように前進していく強い意志が必要ですね。ジミーはね、マニラシティのね、キリノでね、他方を売っておるようなんでね、もうちょっと落ち着いたらね、ジミーの他方を買いに行きたいですね。インタビューなんかもできたらええですね。ほんでね、マニラメモリアムスタディウムって、故郷へね、帰るために集まっておった8000人の人たちの話がありましたね。あれでね、集まっておった人たちもね、現在はね、感染していなかった人たち以外はね、故郷へ帰れておるんですね。このマニラメモリアルスタディウムでね、マニラシティにあるんですよ。ほいでね、彼らが去った後にね、大量のゴミだけが残ったんですね。で、マニラシティの市長といえば、そう、イスコモリの市長ですね。イスコモリの市長はね、去年からマニラシティをね、めちゃんこ綺麗にしてんですね。掃除をめっちゃやってんですよ。このパンデミックの間もね。ほいでね、このマニラメモリアルスタジアムで残されていったゴミの掃除もね、終わったようです。問題です。この8000人の人たちが残していったゴミですが、どれぐらいの量でしょう。飛んでお答えください。正解はね、55トンです。どでらい量でしょう。フィリピン人はね、ゴミはどこにでも捨てますさがいにね、この掃除はね、ものすごい大変やったようです。これについてね、イスコモリの市長は、マリナシティへは誰でも歓迎する。でもね、ゴミは捨てないでくれ。清潔を保ってくれとね、言いましたね。ほんでね、日系企業のニデックですが、290人の感染者を出しましたね。これはね、ラグーナのペサの工場でのことやったみたいです。このニデックってね、モーターを作っておる会社なんですね。まあ実はね、僕の友達がね、ここで働いておるんですね。ほいでもね、僕の友達はオルティガスのニデックのオフィスで働いておるんですけどね。で、オルティガスで働いておる人たちはコールセンター業務なんでね、みんな家での仕事ではあるんですけどね。ほいでね、このラグーナのペサの工場ですが、このね、感染した290人のうち数人がね、症状が出ておるようですね。ほいでもね、ほとんどの人が無症状やったみたいです。で、このね、290人と接触にあった人たちの特定をね、急いでおりますね。このラグーナのペサにはね、実は工場がね、まだまだたくさんあるんですね。他の企業の工場もね、同じく感染者が出てると思いますね。ほんでね、フィリピンジェネラルホスピタルでは、3月から今まででね、医療従事者の感染は358人にもなるようです。このフィリピンジェネラルホスピタルのドクターでもありまして、スポークスマンでもある人がね、一番最近の感染者だそうです。このドクターでもありスポークスマンでもある人のね、両親の感染も確認されたようですね。これでね、メトロマニラ内のね、病院では医療従事者が24時間以上働いてんですね。ご飯食べたりとか、仮眠を取ったりする時以外は、ほぼほぼ休憩する時間もないようです。で、彼らはね、3月から休みなく働いてますからね。これでね、この医療従事者の人たちが大統領にね、規制の緩和をすることで感染者は増えておると。これ以上は我々では治療はしきれない。メトロマニラを ECQ へ戻してください。と頼んでおりますね。そしてね、ミンダナオにありますサウスコタバトシティでは、大雨でね、大洪水が起きておるようです。この洪水ですがね、もう4日間も続いておるようですね。いやー、やっぱりミンダナオは洪水が多いですね。そしてね、同じくミンダナオにありますアグサンデルサーでもね、大洪水が起こっておりますね。こんな感じです。そしてね、ルソンにありますね、オーロラのね、ディラサグでもね、大洪水が起きております。こんな感じです。ここではね、もうトライスケールが完全に水に浸かっておりますね。
そしてね、パラニアケシティでも大洪水が起こっております。最近はね、雨ばっかりですからね。パラニアケっていうのはね、マニラ空港があるところですね。車がね、流されるほどの洪水ですからね。台風も来てないのにね、これどないなっておるんでしょうね。そしてね、マニラシティのサンタメーサではね、水をね、供給しておるこの配管あるでしょう。あれがね、水をね、過剰供給しすぎて、こう、プレッシャーがものすごかったらしくって、大爆発を起こしたようですね。このせいでね、サンタメーサのあたりでも洪水が起こったようです。これでね、5人の人たちが怪我をしたようですね。で、この水がね、密集したエリアでの事故やったみたいって、配管からね、水がこう大量に出てきてね、もう、パイオツ上あたりまでね、水に浸かったようですね。その影響でね、街中までがね、洪水しております。こんな感じです。いや、フィリピンはね、洪水が多いですね。僕が住むエリアでもね、膝下ぐらいまでならね、毎年起こりますからね。ほいでね、1ヶ月前にラグーナでね、まあ、グラブではないんですが、個人でね、タクシーみたいなサービスをやっておった女性がね、何者かによって殺められた話を覚えているだろうか。その時にはね、彼女の貴重品なんかは一切取られてなかったんですね。だもんでね、完全にね、彼女を狙った犯行としてね、警察は調査をしておったんですよ。この女性にはね、彼女がおったんですね。まあこの女性は女性を愛する女性やったわけですね。この彼女がですね、GMA のインタビューに答えておったんですよ。まあそれがね、テレビに流れますわね。そこでね、なんかまずいことを言ってしまったのか、この数日後にこの彼女がね、また誘拐されたんですね。その時にね、この彼女の甥っ子が一緒やったらしいんですが、この甥っ子はね、抵抗したかなんかでね、殺められたようです。ほいでね、この彼女は誘拐されまして、今もね、行方は分かっておりません。この事件はね、思ったよりもね、根が深いようですね。警察はね、最初は容疑者としてね、元彼女を疑ったようですが、この元彼女はね、アリバイなんかもあったようで、違ったようですね。この彼女がね、誘拐された時もね、ランチタイムに起こったようなんですよ。だもんでね、数人の人がね、そのやりとりなんかを見ておったようです。そして警察はね、この見ておった人たちの保護も検討しておるようですね。そしてね、バタンガスのリパシティですが、街全体がね、ロックダウンされることになりました。これでね、リパシティを出たり入ったりなんかは一切できなくなりましたね。で、これでね、8人のね、新たな感染が確認されたようです。で、このうちのね、1人は妊婦さんやったみたいですね。これでね、リパシティでは、現在ね、合計で127人の感染が確認されております。このリパシティのロックダウンですが、8月15日まで続くようです。そしてね、バギオシティでは、現在合計で103人の感染が確認されました。このうちのね、50人がアクティブケースのようです。バギオシティではね、チェックポイントの強化をね、行っておりますね。こうね、外からバギオへ入ってくる場合は、オンラインでね、申し込む必要があるようですね。でね、バギオに来る理由もね、明確な理由がないと許可はされないようです。まあ、例えばね、友達に会いにとか、親戚の家を訪れるためになんかはね、許可されません。でね、バギオではね、セッションロードっていうのがね、メインのこう、繁華街なんですね。で、ここはね、夜の8時にはお店なんかも全部閉めておるようですね。で、バギオではね、市民が協力的なんですね。例えばね、こう、バラン街がこう、ロックダウンされたりしておるでしょう。ここのね、住民は誰もね、文句も言わないし、外にもね、一切出ないらしいですね。でね、このバギオシティのベンジャミン・マガロン市長は、市民がね、協力的なこともバギオが感染者を増やしていない理由の一つだとね、言っておりますね。そしてね、最近フィリピンでね、流行っておる詐欺がありましてね。え？どんな詐欺って？知らざいって聞かせやしょ。まあこれはね、現在主にね、セントラルルソンで起こっておる詐欺のようです。まあ今後はね、他の地域にも広がる恐れはありますよ。まずね、こうメッセージを送ってくるんですよ。そこにね、あなたは感染者と接触がありますってね、送ってくるんですね。
で、あなたが誰と接触があったかを教えてくださいってね、そういう情報をね、聞き出してくるんですね。その後にね、個人情報なんかも聞いてくるんですよ。そこでね、銀行口座の番号とか、クレジットカードの番号を聞いてくるんですね。これは怪しいでしょう。聞かれたフィリピン人もね、さすがにこれは疑うんですよ。だがしかし、これに答えなければ、これはね、事件化する必要がありますね。あなたはね、前科者になってしまいますが、それでもよろしいですか？いや、まあ、こちらとしましたらね、別にどうでも構いませんけどね。っていう風にね、相手の不安を煽るんだそうです。それでね、たくさんのフィリピン人が騙されまして、こういう情報をね、与えてしまっておるようですね。これにね、フィリピン政府は注意喚起を促しておりますので、あなたの周りのフィリピン人にもね、教えてあげてくださいね。何が何でも。本でね、GMA の報道によりますと、8月1日からイミグラントビザを持っておる数カ国の国籍の人の入国が可能になりましたっていうね、報道がありましたね。このはっきり言わん感じ、フィリピンしてますね。イミグラントビザとかね、数カ国のとかね、この辺をね、もうちょっとはっきりしてもらいたいですね。チャンネル登録お頼もします。それでは、お後がよろしいようで。